こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は東京都立川市立川駅1、2番線ホームにやってきました。豊田車両センター所属 E233系0 番台青梅線青梅行きが出発、出発したと思ったら戻ってきました。こちらは立川終着の列車です。通常 T 編成や H 編成は中央快速線で活躍をします。青梅線や五日市線に関しては青編成が活躍しますが、こちらの車両を見ますと P518 編成、青編成をワンマン対応改良工事、新しく誕生したのが P 編成です。青梅線は別名東京アドベンチャーラインと呼ばれています。こちらの編成は特殊なラッピングが施されています。それはさておき、立川といえば青梅線や五日市線以外に中央線、南部線と乗り入れます。頭上を見上げると多摩都市モノレールと乗り入れまして、さまざまな路線が接続している立川駅。現在確認することはできませんが、それ以外に新鶴見信号所から武蔵野貨物線を経由しまして府中本町、南部線から立川にやってくる貨物列車の運行もあります。牽引を担当する電気機関車は山梨長野方面に向かう列車に関しては高崎機関区に所属する EH200 型、八王子に向かう列車に関しては EF210 型が牽引することとなっています。現在国鉄型電気機関車 EF65 型2000番台が牽引することはありません。しかしこの後やってくるということなので見ていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。定期列車の運行牽引することはありません。何かの試運転かと思いますが、新鶴見信号所方面からやってきた列車は中央線下り6番線の隣のホーム、こちらにやってくることとなります。ということで遠くに電気機関車を確認することができますが、国鉄型電気機関車ではありません。高崎機関区に所属する EH200 型がタンク車多機を牽引してきました。こちらは18号機ですね。八王子に向かう貨物列車の先頭にも EH200 型が立つことがありますが、どちらにしても山梨長野方面に向かうということであれば山岳路線となりますので、こちらの電気機関車が牽引することとなります。ということで遠くの信号変わりまして、まもなくの出発。遠くを見ますと1両で EF65 型がやってきました。一体何号機でしょうか。5番線からは八王子駅が発車をいたします。停車をしました。2000番台かと思いましたが、こちらは JR 東日本奥車両センターに所属する1102号機。見ている感じではこの先中央線を下りそうです。しかし EF65 型は中央本線に入ることはできません。目的地は八王子かと思います。どの程度停車するのか定かではありません。タイミングよく中央線下り高
尾行きがやってきましたので、乗車し先行したいと思います。大きな特徴である原型、クリーム色のプレート1102と確認することができます。今回1両単機のみ、客車を連結してないのは残念なわけですが、車両側面区名札、奥車両センターの音確認することができます。ということで、八王子駅中央線下り4番線ホームにやってきました。この後1102号機まもなくやってくると思います。たびたびこの場所で長野に向かう廃車回送を配給見ていますが、遠くを見ますと EF65 型です。青い電気機関車ということで似ていますが、近づいてみると全く異なります。停車をしました。 JR 貨物に所属する2000番台ということであれば、甲州層の先頭に立つ機会があります。その際こちら八王子駅で見ることができますが、今回やってきたのは JR 東日本に所属する1000番台。乗務員ハンドル訓練を目的とした時々行われる1両での試運転、通称八王子したんかもしれません。動きがなくなったので八王子駅南口にやってきました。甲州層の車両でも見ることができるかなと思いましたが、本日は何も留置されていません。この後別の国鉄型電気機関車が中央本線を上ってくるということなので、場所を変えて見ていきたいと思います。山梨方面に少し進みまして、中央本線相模湖駅にやってきました。東京都から神奈川県相模原市に入っています。山梨方面からやってくる国鉄型電気機関車ということで、上り1番線ホームで待ってみたいと思います。こちらは中央線の特急列車 E353 系、あずさ号だか海事号だか分かりません。やってきた国鉄型電気機関車は長岡車両センターに所属する EF64 型1030号機。奥に停車していますので行ってみたいと思います。相当連結機を搭載しています。調べてみたところ、つい先日2月8日に鎌倉車両センター所属、総武快速線や横須賀線などで活躍していました E217 系付属 Y143 編成を鎌倉車両センターから長野総合車両センターまで廃車改装配給担当。任務を完了しまして、中央本線を上り短期で戻ってきたようです。ここ最近1030号機は廃車改装配給ばっかり担当していました。この後はどこに向かうんでしょうか。特急列車を先行させますと、遠くの上り位置、出発信号が注意信号に変わりました。まもなくの出発。
今回2種類の国鉄型電気機関車見てきましたが、この先どのような活躍をしてくれるんでしょうか。引き続き様子の方見ていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。この後相模湖に行きまして、ボートにでも乗ろうと思ったのですが、あいにくの空模様、雨が降っています。予定が決まらないので本日はこの辺で終了。最後までご視聴ありがとうございました。特に変わった列車はやってきません。それではまた。